皆さんこんにちは。今日はコルドバに有名なものを食べに来ました。バクソンコルドババカシアン。ここのローカルシーフードレストランは何度もテレビで紹介されてみんなが食べに来る有名地になりました。メニューはローカルシーフード、庶民のカレンデリアプライスです。皆さんが食べに来るのはこの魚、バカシー、ウツボの小さいやつ、これで制御だそうです。バカシーはここの広大な浅瀬のリーフに生息し、生きたまま売られています。コルドバの広大な浅瀬、マクタンフラットリーフ。ここのバカシーの料理が有名になり、辺りは真似をするレストランも増えました。このグロテスクなものはバカシーの唐揚げ。気持ちのいい水上のオープンテラスもあります。でもこの親父の下手くそなカラオケで水上テラス席が台無し。そしてこちらが以前からある本家のバカシア。何度もテレビで紹介されて有名になり、大勢の客が来ます。ここはローカルカレンデリア。客は好きな食べ物を選びます。はい、
これが目当てのバカシーのスープです。コハダの気に入らう小ダコのアドボ、イカのアドボ、イカの積み煮、海ぶどう、そしてバカシーのスープ。今日は友人も一緒です。バカシーのスープ40ペソ、これを食べに来る皆さん、勢力がつくと人気のある食べ物です。コハダの気に入らう50ペソ、コダコのアドボ50ペソ、ライス10ペソ、水、ソフトドリンク20ペソ、マクタン在住2年のこの日本人友人は、私がコロナ騒ぎで日本に逃げていた間に、私の楽天ブログを参照に、一人でここにバカシーを食べに来ていたそうです。しかしコロナ騒ぎのロックダウン最中に日本に逃げずにセブに居続けたとは驚きです。友人との会話に夢中になり、ここで画像が途切れてしまいました。数日後に再び訪れ、動画の続きを撮りました。コクのあるスープでうまい。バカシーの肉を骨からそぎ落とします。下に猫と犬が待機してるから骨も無駄になりません。おいしい煮魚の味、これで勢力がつくならいつも食べよう。コハダの気に入らう酸っぱい、南国にぴったり勢力料理。バカシーのスープ、あなたもいかがですか？やみつきの味ですよ。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。セブ島のローカルな日々の生活を動画にしています。このローカルな暮らしの続きを見たい方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このブログの参照も貼り付けしてありますので、どうぞご覧ください。